続きで SJ タイプの子供、ザ・ガーディアン・チャイルドのご紹介ですと。まあ昨日その SJ の子供の紹介をしていた時に、はい、基本的にはその周囲の大人を見てそうなればいい、まあ、それが安全だ、はい、で、まあ、自分も気質もそうなので自然とそれをやるようになる、はい、っていうような理解をしている、はいはい、そんな SJ、はい、学校の先生には多いなんて言われる、はい、クラスに入ると、まあ、大まかに言うと半分が SJ、はい、半分が SP、はいはい、ちょこっとで NT、NF なんていうふうに言われてますが、はい、そんな SJ の子どもたち、まあ、昨日のライブでは、まあ、学校ではこんな風だよって話をしたんですけど、はい、家庭においても、家庭においてもこのガーディアン SJ の子どもたちは頼りになることで、はい、自分の自尊心を高めていきますと、はい、要は、まあ、大人の真似をして、はい、大人っぽく振る舞い、はいはい、まあ、それをしてるんですけどね、もうナチュラルボーン SJ なので、はいはい、同じ行動になってる、多分、まあ、それがいいとも思ってる、あ、そうですね、かっこいいとも思ってる、そうですね、はい、NF はだって、はい、本当の自分になろうぜがいいと思ってるので、はいはいはい、この子どもの SJ は通常ゴミ箱を空にするとか食事を整えるとか雪かき、庭の仕事、洗濯の仕分けなど特定の責任を割り当てられることによく反応すると。もちろん自分でできる範囲の仕事も必要だが、日常的なメンテナンスの雑用を楽しむ傾向があり、彼らの頼りの源はこのような仕事をすることで大人から承認されることであると。大人の承認が得られないとベストを尽くしても魅力がなくなる。ところでこの SJ の子供たちは他の3つのタイプよりはるかに叱ったり否定的な批判をしたりすることに反応しますと。このガーディアンの自尊心は他人に奉仕するとき高まるようだ。たとえ5歳でも SJ ガーディアンは両親や教師だけでなく兄弟や友達のために良い行いをする姿が見られる。家では食事の支度や家事、弟や妹の入浴や食事の手伝い、母親にそういう頼まれ事とかで、学校でもガーディアンの子供たちは先生や他の生徒のために誰がもっと役に立つことができるかを競い合いますと。一方このガーディアンの自尊心は役に立たなかった場合自尊心は失われ、それが罪悪感にとって変わると。 SJ の子供たちは他の子より特に SP よりも罪悪感を抱きやすい。ガーディアンの恩恵的な態度が親子や教師との交流を安定させているのは間違いない。 SJ は学校では平均して生徒の半数を占め、家庭でも子どもの半数を占めると。このガーディアンさん、 SJ さんはこの子どもたちの自信は年長者が目に見える形で承認を与えることで育っていくと。ガーディアンの小学校の教師は自信をつけさせようと生徒の顔や手や腕はもちろんのこと、書類やフォルダーにあらゆる種類のバッジをつけたがり、スタンプを押したりすると、SP アーティザンや NT の生徒がそのような栄誉にこれをなんか欲しいと思ってるかは疑わしいが、はい、ほとんどのガーディアンの子どもたちはそのような栄誉を欲していると。特に SJ の小学校1年生は無遅刻無欠席や宿題をきちんとこなしたことを理由にこの額に金色の星をつけて喜ぶと、なんか言い表してる気はします、はいはい、この間僕も思うのは、僕もどっちかっていうとなんかそういうバッジとかはつけられるのが好きな子でした、はい、協同組合に属しています、はいはい、SJ かもしれないし NF かもしれないと思ってます、はい、体調どうですか？僕はあんまり気にしたこともないですよね。例えばよくなんかいいことすると本当ありましたよね、そういうバッジをつけてなんかシールを貼ってくれるとか、はいはい、ああいうのは目指したこともないので、はい、全然なしみたいな感じですよ僕。もうこれ今でも鮮明、はい、鮮明に覚えてるのはなんか5年だったかな6年だったかな、はいはい、なんか日記をつけて出すっていうのがあって、はい、いい日記が書かれると、はい、ホームランみたいなシールを貼られて、はい、僕はそのホームランを今日のホームランが好きでね、はい、はい、あんまりでも確かに、はい、NT、
SP はそういうのが全く何とも思ってないっていうのが書かれると、はい、そういう子もいたかもしれないと思いますね。そういうご褒美は多分 何も聞かないですよ多分。はい、はい、でしかし今 SJ さんの話をしています。しかしこの賞賛のサイン、大人からとか、まあそういうシール、賞賛のサインが彼らの自信を高めると同時に、減点とか非難のサインはガーディアンの子供たちに自己疑念と恐怖の種を植え付けることになりますと、功理的な SP、 アーティザンやレーショナルとは全く異なり、彼らは自分の身なりに対する他人の批判にはほとんど気づかない。その点 SP の子供たちはやんちゃで乱暴者で切り裂き魔と見られることを嫌がらないし、 NT の子供たちは知恵者でオタク、いや知恵に寄りすぎていてオタクって言われることを気にしていない。しかしガーディアンの子供たちは良い行いを褒められるかどうかに大きく左右される。あ、多分ね、この自分の身なりに対する他人の批判にほとんど気づかないっていうのは誰のことなんだろう。ちょっと主語が SP とか NT じゃないですか。ああ、なるほど。あ、そういうことですね。確かに、はい、そっか。やっぱりこの共同組合に生きてる者たちは、はい、どうしてもやっぱり他人の目っていうのが気になるわけですね、はい、気になるんだと思います。 SJNF、はい、だから NT とか SP は自分がいいと思ってればいいんですよ多分、うん、そういう人たちなんでしょうね、はい、みなり気にしてるのに SP とかがウェーイみたいな、はいはい、やめてよって、はい、まあ、学校はその劇場ですよね本当に、はい、確かに良い行いを褒められるかどうかに大きく左右されると SJ さんは、はい、でガーディアン SJ の子供たちはSP アーティザンの子供たちのように刺激を求めませんと。刺激が強ければ強いほどリスクも大きくなるからだ。ガーディアンが何かを求めるのに十分な運動能力を手に入れた時点で求められているのは安心感であり、そのために私は、これ多分カーシーはですね、ガーディアンを安心感を求める性格と呼んでいる。したがってSP アーティザンの子供たちが4つの気質の中で最も衝動的であるとすれば、 SJ ガーディアンの子供は最も慎重で飛ぶ前に2度3度見をし、ということはしたがってめったに飛ばない。アーティザン SP の子供たちは近所の刺激的な場所、そしてしばしば刺激的な行動、もちろん学校の運動場に引き寄せられるが、これ SP さんですね。SJ の子供たちは自分の家の庭や市の公園やレクリエーションセンター、学校の自習室、図書館など安全に管理された公共の場所で遊ぶ傾向がある。同じように SP アーティザンの子供たちを夢中にさせるスピードの出る車輪のついたおもちゃはガーディアンの子供にとってはあまり魅力的でなく、家庭での工作、料理裁縫や布や毛糸を使ったオブジェ作りを好むと。昭和のファミコンがない世代、はい、ファミコンがない時代も生きていたので我々は、はいはい、よく近所の公園で野球とかやったじゃないですか、はい、坂行っちゃダメって言われる、はいはい、航空街に行ったりね、はい、川の中とかね、はい、トンネルくぐったりね、はい、SP の友達、幼馴染に連れられて歩いてたので、はいはい、僕はそういうとこに行ってましたが、はい、多分行っちゃダメみたいなところで遊ぶのが、だから野球は多分やってそうですよね。やってました、はいはい、そしてどの年代の SJ であっても、生涯にどれだけの資産をこの SJ さんは築いたとしても十分な保証を得ることはできないようだと。ではこの探索、この保証を得るための探索ですね、はい、はどの人生のどの時期から始まるんだろうと。答えは人生のごく初期である。硫黄島の年老いたガーディアンはたとえ社交的なものであっても他のタイプの兄弟や遊び仲間よりもずっと用心深く、他のものより心配性でまた心配性のようだと。また家の近くにいることを好みますと。ガーディアンの子供たちにとって家のような場所はなく、何らかの旅行に出かけると他の子供たちよりも早くホームシックにかかり、休暇を短く切り上げたいと思うようだと。スポーツマン体系のそういう SJ の少年たちでさえ、どんなに体の身体能力が高くてもホームシックにはかかりやすいと、うん、まあ、なんかあんなに上手でしっかりした子なのにホームシックなんだって
安心できる場所が欲しいんじゃないですか。なるほど、はい、オズの魔法使いのドロシーのようにこのガーディアンは家庭を安全な避難場所、儀式や伝統が最も注意深く守られる場所と考えます。 SJ の子供は両親や親戚と一緒に家で社交的な集まりを楽しみ、クリスマスや感謝祭などの伝統的な祝日を大いに楽しみます。 SJ チルドレンはまた予測可能性をもたらす確立され明確に定義されたルーチンを喜んで反応しますと。整理整頓されたクローゼット、きちんと畳まれた洋服が収納されたタンスの引き出し、棚に注意深く並べられたおもちゃを好みます。基本的に SJ の子供たちは家庭や学校での慣れ親しんだ方針を知っており、そこから逸脱することを欲求されないため、そういう場所を安心感を得ることができる。一方、絶え間ない変化混乱危機はその SJ の子供たちに苦痛を与え不安感を呼び起こします。そのため SJ の子供たちは他のタイプ以上に今日そうであることが明日もそうであることを知る必要があります。例えばそういう子供には親の確固とした同意が必要です、はい、やっていいよとか、うん、なるほど、どうしたいや僕はそういう子供だったなと思って、はい、結構、はい、やっていいよって言われないと、やっていいよとなんか、はい、幅の広い川があって、はい、SP のお兄ちゃんたちは、はい、ウェイウェイって飛んで遊んでます、はい、飛べない僕がいます、はい、落ちたら服が汚れて怒られるかもしれない、はいはい、たまたまお母ちゃんがそれを見てました、はい、飛んで落ちてもいい、落ちてもいいよ、はい、飛んでみな、はい、飛べるんですよ、はい、で飛べたね、はい、が自信になっていくんですけど、っていう僕を思い出しました、はい、SJ がいます、はいはい、そういうとこなかったですか、気にしない、あんまりないですよね。うちの親父は SP ですからね、飛べようですよね真っ先になんで飛んでこなかったんだぐらい、はい、服をよこして帰るのはあまり怒られない、服をよこして怒られた記憶はないです。トカゲ入れてて怒られたことはありますなるほど、それは怒られますよ、はい、でもなんか子供ってそういうもんだろうなと思ってたんですけど、はい、違うんだなって学びました、はい、はい、でこのガーディアンの子たちはですね、親の期待は理にかなったものである必要はないが、明確で不変なものでなければなりませんと。厳しい親、甘い親に挟まれると子供たちは動揺してしまいます。同じように頻繁に住まいが変わることは小さな SJ にとっては特に不安のことであると。このような態度は同年齢の SP とは対照的である。 SP は状況が一定であることに抵抗するだけでなく、変化や驚きを熱望します。したがって学校の途中で教師が変わることは SJ の子供にとっては難しいことであるが、 SP の子供にとっては新しいチャンスで元気づけられるかもしれませんと。このガーディアンの子供たちは権威を信頼し、その信頼は衰えませんと。他のタイプは自分の衝動とか直感とか理性っていうものを信じているが、ガーディアンの子供は権威を信じていたいようで、両親、校長、コーチ、団長、ベビーシッター、付き添いの人たちでさえも誰が責任者でありとか、何が正しくて何が間違ってないっていうことを言ってくれることを期待しています。 SJ の子供たちはルールに従うこと、言われたことをその通りにすること、権威者の期待、欲求に応えることを心地よく感じている。実際ガーディアンの子供たちは理想主義者 NF 以上に自分の行動や態度が承認され、認可され、承認印が押されることを望んでいます。そしてガーディアンの SJ の子供にとって安全への継続的で目的意識的な動きと同じように、十分な正当性、自分の行動が許可を得ていること、自分より上の大人たちを喜ばせているっていう感覚を得るのがガーディアンの子供にとっては難しいんだと、はい、まあ、よりもっと称賛求めるからですかね、まあ、なんか積み上げていく感じがしますよね。 SJ 信頼を一つずつ積み重ねていくから、うん、環境が変わると、例えば引っ越しで転校とかすると一からやり直しじゃないですか、はいはいはい、だから多分そういう変化も嫌うし、その積み重ねる称賛が一つずつ欲しいんじゃないですか。でっかい勲章とかっていうよりも細かいのをいっぱい積み重ねていくみたいな。しっかりした子ですね、なんか、はい、安全で
合法的である以上 SJ は年齢に関係なくどこかに所属してないといけないと。ガーディアン SJ の子供たちに一匹狼はいない。実際 SJ の子供たちは所属することへの渇望を生涯持ち続けているようで、成熟への道を歩む中で多くの会員、社会的な集団の中で認められる地位を集めれば集めるほど彼らにとってそれがいいと。 SJ の子供たちは早くからこの飢えを満たすためにクラブ、スカウト隊、青少年のグループなどに参加し始め、もちろん誰にとっても最初の社会集団は家族であり、ガーディアンの子供たちは水を得たアヒルのようにこの家族生活に馴染みます。大勢の兄弟姉妹と仲良くなって、親戚とかいとことかの交流も楽しみます。また家族の歴史にまつわる話を楽しみ、大人になってもその話をよく覚えていますと。家族の一員であることはどの子供にとっても大切なことであり、離婚は彼らにとっては破壊的であり、10代や10代前の自殺は他のすべてのタイプを合わせたよりもガーディアンの間で多く見られるようだと。これは SJ の子供たちが見捨てられたって感じるときに、本当に見捨てられたかどうかに関わらず、絶望があまりに多く、多くの SP アーティザンのように自己破壊的な行動ではなく文字通り自己破壊に走ってしまうと。このような極端な措置は稀だが、 SJ の子供は家族で一番心配性で、人生の早い段階からこの悪いことが起きるっていうことを予期していますと。ボーイスカウトのモットーである備えあれば憂いなしっていうのは、その感覚をちっちゃい時から持っている、先天的に持っているようだと。そして実際に悪いことが起こった時に、誰の人生にでもあることだが、それは SJ のガーディアンたちが悲観主義にしがみつくことが最も安全な態度だって信じ込ませることを裏付けるだけであると。だって準備してたから、はい、傷つかないよってできますもんね。初めから予期しておけば、はい、ほら怒った、はい、でも大丈夫、分かってたから、はい、まあ、運命だって言ってましたもんね。言ってましたね。準備してそれでもダメなら運命だと。 SJ の説明でありましたよね、はい、宿命運命。そこでこの準備をする、まあ、完璧に準備をして、はい、もうそれでもダメだったら運命と諦められる人。確かに僕が言ってた運命だっていうのは、はい、自分が成長するためのなんです、はい、乗り越えられるから与えられたものだ、はいはい、とはちょっと違うんですかね。違うような気がしますね、はい、もうしょうがない、ここまで準備してダメならしょうがないみたいな説明がありました、ね、だいぶ前、はいはいはい、さてそんな SJ さんの悪い見通しは、子供が何度も深刻な挫折に 見舞われていたのならそれは理解できるが、挫折が普通で滅多にない場合には理解できない。そしてガーディアンの子供たちは多くは後者であるにもかかわらず、あらゆることがうまくいかないと予期する傾向がある。挫折した人なら、まあ、そういうこともわかるが、してないにのに、はい、のに、はい、そういう風だっていうことですね、はい、しかしガーディアンの子供たちはその不安を自分の胸に秘めていることが多いため、悲観的な態度はあまり見受けられないと。苦情を言うより逆境に耐えようとする意思を見せた方が同情や安心感、奉仕を得られる可能性が高いことを彼らは学んでいるからだと、うん、なるほど、結構計算でやってるってことですね。まあ本能的に、本能的に、はい、リトル SJ は兄弟に愚痴をこぼさせること、それは親に嫌われるだけだって漠然と思っています。 SJ の子供たちにも悩みがあり、親からの同情を集めています。しかし彼らは文句を言わず、痛みや悲しみ、心配を我慢することができることを親に知らせることで、その親を求めるってことですね。このようなストイックさはガーディアンの場合、驚くほど早い年齢で現れることが多いと。我慢することで、まあ、偉いって言われますもんね、親に。真面目にやってるようじゃないですか。泣き言言わずにね。泣き言言わずにっていうアピールをしてる。まあ、それもアピールですよね、はいはいはい、どっちが多くの親をもらえ、はい、親ポイントをもらえるか分かんないですけど、はい、